モスクワのトゥベル本社ビルトゥベルは、モスクワに本社を置くロシアの核燃料サイクル企業である。ロシア国営原子力企業ロスアトム参加の持ち株会社アトムエネルゴプロムの完全子会社で、ウラン採掘から燃料集合体に至る核燃料の一貫生産体制を有している。社名はロシア語で燃料棒を意味するの略である。トゥベルは、ロシア国内にとどまらず、チェコ。 スロバキア、ブルガリア、ハンガリー、ウクライナ、アルメニア、リトアニア、フィンランド、中国、インドなど、ロシア型経水路を導入している国を中心に、核燃料を供給している。2018年8月時点でトゥベルが、核燃料を供給している、商用路は89機あり、運転可能な商用路444機の1、5を占める。トゥベルは、 ウェスティングハウス系の軽水路向けに TVS 系燃料集合体を開発しており、2016年5月には GE 日立ニュークリアエナジー参加のグローバルニュークリアフュエルと米国事業で戦略提携することを発表した。現在は米国原子力規制委員会の認可待ちで、トゥベルは2021年に商用化の準備が整うことを期待している。ありがとうございます。